ビリー・ジーン・キングはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身の女子テニス選手。1960年代から1980年代初頭までの四半世紀にわたって女子テニス界に君臨した名選手であり、女子テニスの歴史を通じて最高の偉人の一人である。現役時代、日本ではキング夫人と呼ばれた。後にレズビアンであることをカミングアウトしている。 1973年9月、キングはボビー・リグスとザ・バトル・オブ・ザ・セキシスと名打たれた対抗試合を行った。キング夫人は女子テニス協会を設立し、女子テニス界のシステムを変革した選手として、女子スポーツに革命的な影響を及ぼした存在であった。生まれた時の名前は、ビリー・ジーンもフィットと言ったが、弁護士。 不動産業者のラリー・キングと結婚して、ビリー・ジーン・キング夫人と名乗るようになり、この名前で最もよく知られる。弟のランディ・モフィットは、アメリカ大リーグのサンフランシスコジャイアンツの投手になった。ビリー・ジーン・モフィットは1960年から女子テニス界で活動を始め、1961年のウィンブルドン女子ダブルスカレン・ハンツェトペアを組んで初優勝を飾り、 偉大な名選手として最初の第一歩を踏み出した。当時もフィットは17歳、ハンツェは18歳で、このペアはウィンブルドン女子ダブルスで史上最年少の優勝ペアであった。同大会女子ダブルスでは1962年と1965年にも優勝した。シングルス決勝には1963年に初進出したが、この年は マーガレット・スミスに敗れて、準優勝に終わっている。独身選手時代は、マザー・グースの同様にある、リトル・ミス・マウァットの歌と、語呂合わせで、リトル・ミス・モフットと呼ばれていた。1965年に、ラリー・キングと結婚して、ビリー・ジーン・キング夫人と名乗るようになると、この年から彼女のキャリアは大きく開花し、1966年の、ウィンブルドン女子シングルス決勝戦で、 ブラジルのマリアブエノを6から3、3から6、6から1で破り、祝願の初優勝を達成した。以後、1968年までウィンブルドン女子シ,シングルス3連覇を達成し、1967年には全米選手権でも初優勝を飾った。とりわけ、1967年にはウィンブルドンと全米選手権の2大会連続でハットトリックを達成している。 1968年は全豪選手権で女子シングルスと混合ダブルスの2部門を制したが、これがキング夫人の唯一の全豪優勝である。1968年にテニス界は史上最大の転換期を迎え、プロ選手の4大大会出場を解禁するオープン化という措置を実施する。大会の名称も変更されて、全豪オープン、全仏オープン、 ウィンブルドン選手権全米オープンとなった。1968年以後のテニス記録はオープン化時代と呼ばれ、それ以前の時代とは明確に区別される。キング夫人はアマチュア選手として4大大会出場を続けてきたが、オープン化措置の実施後、直ちにプロ選手となった。オープン化時代最初の年にあたる1968年、キング夫人は、 ウィンブルドン選手権で女子シングルス3連覇とダブルス5勝目を記録したが、全米オープンではイギリスのバージニアウェイドに4から6、4から6で敗れて2連覇を逃している。全米オープンの場合、1968年と1969年の2年間は過渡期の暫定措置として2度の開催があった。9月に行われた全米オープン選手権が、 オープン化時代のグランドスラムと呼ばれるが、この2年間に限っては12月に全米選手権大会が別途に開催された。公式優勝記録表には1回目の全米オープン選手権優勝者の名前が記載される。したがって1968年の場合、全米オープン選手権の公式記録には、オープン化時代大会の優勝者、ウェードの名前と、 準優勝者としてのキング夫人の名前を記載する。こうしてテニス4大大会でも賞金制度が導入されたが、この当時は男女の賞金格差が大きな問題になっていた。ビリー・ジン・キング夫人はこの問題と取り組み、さらに大きな段階を踏み出すことになる。1969年は彼女にとって不本意な年になり、全豪オープン決勝では、 マーガレットコート夫人に敗れて大会連覇を逃し、ウィンブルドンでもアンヘイドン・ジョーンズに決勝で敗れて4連覇を逃してしまう。1970年はライバルのコート夫人が女子テニス史上2人目の年間グランドスラムを達成し、キング夫人はシングルスで優勝できなかったが、この年から1973年までウィンブルドンの女子ダブルスに4連覇を達成する。 1971年、キング夫人は、全米オープン2勝目も含めたシングルス年間17勝、ダブルス21勝を挙げ、年間獲得賞金額が10万ドルを突破した、最初の女子選手になった。1972年の全仏オープンで、キング夫人は、女子シングルスとダブルスの単覆2冠を獲得し、全仏では、唯一の優勝を成し遂げる。 1966年のウィンブルドンから始まったキング夫人のキャリアグランドスラムは1972年全仏オープンをもって完成した。しかし当時の女子テニス選手に与えられた賞金は男子の8分の1ほどに過ぎず男女の賞金格差はますます大きな問題になっていた。キング夫人はアメリカで1970年代初頭に起こった 男女同権運動でリーダーシップを取り、男子選手たちから離脱した女性によるテニスツアーを提唱した。これが1973年に発足した女子テニス協会の原型となる。1973年9月20日、ビリー・ジーン・キング夫人は、当時55歳になっていた往年の男子選手、ボビー・リックスと有名な男女対抗試合を行った。リックスはその4ヶ月前、 5月13日の母の日にマーガレット・コート夫人に挑戦を申し入れ、当時、テニス界で最も有名な母親として知られた、コート夫人を6から2、6から1で圧倒した。この後、リックスは、私は男女同権運動を代表するビリー・ジーイン・キングと、試合をしたいと、小裸に叫び、キング夫人への挑戦を宣言する。二人の男女対抗試合は、ザ・バトル・オブ・ザ・セキシス。 二め打たれ、大々的な告知が行われた。9月20日に、テキサス州ヒューストンで行われた、試合会場には3万人を超える観客が集まり、テレビ中継でも大勢の人々が見守った。キング夫人は、リックスに6から4、6から4、6から3のスコアで勝利を収め、女性の持ち得る力を証明した。この試合をきっかけに、工業としての、 女子テニスが発展し始め、キング夫人はその後も女性の権利のために戦い続けた。この姿勢は後にマルチナナブラチロアに大きな影響を与えることになる。ビリー・ジン・キング夫人の最後の4、大大会女子シングルス優勝は1975年のウィンブルドンであり、通算12勝で終わった。最後の決勝戦では、オーストラリアのイボンデ・デグ・ラゴング・コーリーを6から0。 6から1で圧倒した。同選手権の女子ダブルスでは、1979年に、マルチナナブラチロアとペアを組んで6年ぶり10度目の優勝を成し遂げた。混合ダブルスでは1974年まで4度優勝したため、これで、キング夫人のウィンブルドン通算優勝記録は20勝となった。この時、女子テニス界で今なお語り継がれている陳事が起きた。 ナブラチロワがクリスエワートを下して2連覇を達成した7月8日の女子シングルス決勝戦をそれまでウィンブルドン通算19勝の最多優勝記録を持っていたエリザベス・ライアンも試合会場で観戦していたがその日の夜に87歳のライアンが突然の心臓発作で死去したのである翌7月9日にキング夫人とナブラチロワは女子ダブルス決勝で勝ち キング夫人はライアンが45年間保持してきたウィンブルドン最多優勝記録を更新した。キング夫人のウィンブルドン選手権挑戦は1983年まで続き39歳と7ヶ月の高齢でありながら大会第10シードとして準決勝まで勝ち進んでいる。最後のウィンブルドンでは当時18歳の新鋭アンドレア・イエガーに1から6、1から6で敗退した。 4大大会女子ダブルスにおける、キング夫人の最後の優勝は、ウィンブルドンで陳事が起きた1年後の1980年、全米オープンで、この時も、ナブラチロワと組んだ。スポーツ選手の試合中の感情表現には、様々なタイプがあるが、ビリー・ジーンキング夫人は、典型的な感情発散型タイプの選手として、有名だった。試合中に自分に何事かを言い聞かせたり、 足踏みなどもしながらプレーする姿は、時に攻撃的な雰囲気になることもあり、アイシードールと呼ばれたクリス・エバートなど、試合中に感情を全く顔に出さないタイプの選手とは、正反対であった。ダブルスで、キング夫人は、様々なタイプのパートナーとペアを組んだが、とりわけ相性のあった選手は、ロージー・カザルスとマルチナ・ナナブラ・チロアであった。テニス競技の過渡期に活動した人であることから、 キング夫人の優勝記録は種々に分類される。アマチュア選手として獲得したもの、オープン化時代以後にプロ選手として獲得した勝利数などである。一歳年上のライバル、マーガレット・コート夫人と並んで、キング夫人は長いテニス経歴を通じて絶大な強さを誇ってきた。また、コート夫人が1975年に33歳で現役を引退したことに比べて、 キング夫人は39歳を迎える1983年までシングルスで現役を続行し、同年6月中旬のイギリスバーミンガムの大会まで女子ツアーのシングルス優勝も続けた。同一大会でシングルスダブルス、混合ダブルスの3部門を全て制覇するハットトリックも前日した1967年のウィンブルドン選手権と 全米選手権の2大会連続の他に、1973年のウィンブルドン選手権でも記録している。4大大会通算優勝記録は、シングルス12勝、女子ダブルス16勝、混合ダブルス11勝で、総計39勝を獲得した。1987年に国際テニス殿堂入りを果たしている。キング夫人は、その後、 1995年から2001年までフェドカップのアメリカ代表監督を務め、1996年アトランタ五輪と2000年シドニー五輪でオリンピックの米国女子テニス代表の監督も務めた。また、アメリカの雑誌ライフが選んだ20世紀における100人の偉大なアメリカ人の一人にも選ばれた。1987年に ラリー・キングとは離婚したが、現在でも彼女は、ビリー・ジーン・キング夫人の名前で呼ばれ、今なお変わらぬ尊敬を集めている。2006年の全米オープンでは、キング夫人の偉大な業績を称えて、ニューヨーク・フラッシング・メドウの大会会場に、ユスタ・ビリー・ジーン・キング・ナショナルテニスセンターの名前が与えられた。ラリー・キングとは恋愛結婚であったが、現在のキングはレズビアンであることを公表している。 保守的な家庭で育った彼女は、自身が同性愛者であることを半ば自覚しつつも、受け入れることができずに長年苦しんだ。同じく元プロテニス選手であった、イラナクロスと長年パートナー関係にあることで、知られている。2009年10月12日、長年の女性及び同性愛者の権利向上への貢献に対し、大統領自由勲章を授与された。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。